このテープは、山梨県政だよりふれあい1月号です。こんにちは。声の山梨県政だよりふれあい、平成25年1月号、ボリューム105をお届けします。今月号の内容です。献血にご協力ください。飲酒運転しない、させない、山梨キャンペーン。 お知らせは7件あります。次に、山梨県知名クイズ。そして、第28回国民文化祭、山梨2013のお知らせがあります。献血にご協力ください。冬は、風邪などで献血をする人が少なくなるため、医療で使う血液が不足しがちです。そこで、県では、新たに成人する方々を中心に、広く献血への協力を呼びかける、 20歳の献血キャンペーンを実施しています。皆さんのご協力をお願いします。受付時間は毎日午前10時から午後5時まで、場所は甲府献血ルームグレープ、甲府市丸の内、1-16-20、ココリ2階。電話、055-235-3135。なお、 駐車場はココリ3階から5階の駐車場やパークジャパン丸の内第5駐車場などが利用できます駐車券または駐車証明書をお持ちください利用券を差し上げます以上問い合わせ先は衛生役務課電話055-223-1491ファクス055-223-1491 1492詳しくはウェブで「献血スペースグレープ」と検索してください「飲酒運転しないさせない」山梨キャンンペーン年始は新年会などお酒を飲む機会が多くなります飲酒運転は悪質で危険な犯罪です「飲酒運転をしないさせない許さない」をみんなで実践しましょう。 問い合わせ先は交通政策課電話055-223-1353ファクス055-223-1335詳しくはウェブで飲酒運転しない山梨と検索してくださいお知らせです 1. 障害者自動車燃料費助成金の請求をお忘れなく 対象者は軽自動車税または自動車税の減免を受けている方など対象期間は平成24年1月から12月までの1年間請求受付期間は2月8日金曜日までなお受付時間や場所についてはお住まいの地域を担当している保健福祉事務所にお問い合わせください。 問い合わせ先は障害福祉課電話055223-1461ファックス055223-1464詳しくはウェブで「山梨スペース燃料費」と検索してください2ノロウイルスの感染に注意しましょう ノロウイルスが原因の胃腸炎が多発しています。主な症状は、嘔吐、下痢、腹痛です。食品を取り扱う前、外出後、トイレの後、嘔吐物、排泄物などの処理をした後は、しっかりと手を洗いましょう。また、調理の際は、中心部まで十分に加熱しましょう。問い合わせ先は、健康増進課電話、055。 ファクス0552231499詳しくはウェブで「山梨スペース健康増進」と検索してください3調理師の皆さん従事者届の提出をお忘れなく県内の飲食店や給食施設などで働いている調理師は2年ごとに就業状況などを 知事に届けけ出ることが義務付けられています平成24年12月31日現在の状況を必ず提出してください提出期限は1月15日火曜日まで提出方法は所定の様式に記入し各保健福祉事務所保健所か健康増進課へ郵送またはファクスで問い合わせ先は健康増進課 電話055223-1493ファックス055223-1499詳しくはウェブで山梨スペース就業届と検索してください。4開催おもてなしの山梨県民大会 地域への誇りと愛着に基づくおもてなしを実践していくきっかけとして、どなたでもご参加いただけます。なお、事前登録が必要です。日時は1月31日木曜日午後1時30分より、場所はベルクラシック甲府、甲府市、内容は山梨おもてなしアドバイザーでザ・リッツ・カールトン前日本支社長の 高野昇氏による基調講演パネルディスカッションなど問い合わせ先は観光企画ブランド推進課電話055223-1556ファクス055223-1574詳しくはウェブでひらがなでおもてなし山なしと検索してください5 食品表示ウォッチャーを募集中。買い物の際、食品表示を確認し、県に報告していただく、食品表示ウォッチャーを募集しています。募集人員は30人程度。応募締め切りは2月15日金曜日。応募方法は、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、応募理由を明記の上、 郵送、ファックス、電子メールで。問い合わせ先は、消費生活安全課電話、055-223-1588。ファックス、055-223-1587。詳しくはウェブで、山梨、スペース、食品表示と検索してください。6。 県民の皆さんのご意見を募集中現在策定中の「リニア活用基本構想」素案に対する県民の皆さんからのご意見を募集していますこの素案はホームページや県民情報センター各地域県民センターで入手できます募集期間は1月27日日曜日まで 問い合わせ先はリニア推進課電話0 5 5 2 2 3 1 6 6 4ファクス0 5 5 2 2 3 1 6 6 6詳しくはウェブで「山梨スペースリニア推進」と検索してください7山火事を予防しましょう冬から春先にかけては山火事が多発します 煙草の投げ捨てはやめましょう。ま、たたき火や火入れなどの際には十分注意をしてください問い合わせ先は森林整備課電話0 5 5 2 2 3 1 6 4 4ックス、0 5 5 2 2 3 1 6 4 9詳しくはウェブで「山梨スペース林野火災」と検索してください 山梨県地名クイズです。これなんて読みますか漢字二文字です。一文字目は高い低いの高い音読みでこう二文字目は上下の下音読みで下こう下んて読みますか答えは高織藤川町にあります高織でした。音訳者中。 ロゴマークが掲載されています。富士山を世界文化遺産にデジネーティング富士山アザーワールドカルチュラルヘリティジ・サイト中終わり1月12日開幕第28回国民文化祭山梨2013テーマ「文化の風と遊ぶ見つめる超えるつなげる」 開催期間は1月12日から11月10日までマスコットキャラクターカルチャ君のイラストが掲載されていますウェブで「山梨国分祭」「ひらがなで山梨」「漢字で国分祭」と検索してください「山梨県政だよりふれあい」は原則として毎月1日に掲載します 県政だより触れ合いについてのご意見やご感想をお寄せください。山梨県校長広報課。電話055-223-1339。ファクス055-223-1525。e-mail 校長 koucho.pref.com yamanashi.lg.jp です山梨県のホームページは http://www.pref.yama.nashi.jp です。以上で声の山梨県政だよりふれあい。 平成25年1月号、ボリューム105を終わります。制作は、山梨ライトハウスでした。